富山労災病院の内山です。今日は検診結果の見方についてお話しします。健康診断とは、健康診断には検診と検診があります。検診は特定の病気を発見、早期治療。検診は健康で過ごせるかという視点に立っています。いずれも無症状の人が対象です。症状がある場合は医療機関を受診してください。予防医学の観点からは病気の早期発見が目的ということで、二次予防にあたります。健康診断の目的としては、健康状態を定期的に把握して健康管理に用いること、快適な生活が送れるよう継続的・計画的に健康の保持増進を図ること、一人一人に健康づくりの指針になる健康情報を示すこと、病気を早期発見し早期治療につなげること、リスクの高い人を早期発見することも目的の一つです。検診を受けていれば大丈夫なのでしょうか。健康診断も万能ではなく、すべての病気がわかるわけではありません。異常が見つかっても受診せず放置していては必要な診療につなげられません。異常値だからといってすべてが病気とは限らないのですが、一方で基準値の範囲内なら健康とも限りません。受診しても有効に活用しないと、せっかくの機会が無駄になってしまいます。では検診を有効に活用するにはどうすればよいのでしょうか。健康診断を受けたら、その結果を必ず確認し、判定のコメントに従ってください。治療や精密検査が必要とされた場合は速やかに受診してください。また検査は適切な条件、受け方で受けましょう。守らなければ正確な結果が得られない場合があります。1回の結果に惑わされないようにしてください。人間の体には変動があります。また経時的な変化も重要です。継続して受けることにより異常により早く気づけたり、不要な検査を受けなくて済むこともあります。続いて結果の見方について簡単にお話しします。まず身長です。骨粗しょう症の進展や姿勢変化の指標にもなります。2センチ以上の低下は骨粗しょう症の可能性があり、特に25歳児の身長より4センチ以上低下している場合、椎体骨折リスクがおよそ3倍と言われています。体重の増減は栄養状態を反映します。腹囲は体型も影響しますが、内臓脂肪を反映しており、メタボリック症候群の判定にも使われます。そして聴力、難聴は認知症のリスクを高めると言われており、低下しやすい要因としては遺伝的素因や騒音などの負荷、耳の疾患が挙げられます。年代ごとに注目していただきたい項目を挙げてみます。まず中年の方では動脈硬化性疾患のリスクに関連する項目です。肥満の有無、 BMI25 以上は肥満です。腹囲は内臓脂肪量を反映し、男性で85センチ、女性では90センチを超えると増加ありと判断します。血圧や空腹時血糖、脂質なども確認していただきたい項目です。次に高齢の方、筋肉が減るサルコペニアや予備力が低下するフレイルなどに目を向けていただきたいと思います。肥満は運動機能を悪化させ、 ADL の低下、ひいては要介護状態につながります。痩せは認知機能低下のリスクとされます。体重減少に関しては筋肉の減少、サルコペニア肥満の場合があります。サルコペニアの原因には加齢、活動不足、エネルギー摂取不足、病気の影響が挙げられています。コレステロールに関しては栄養状態を反映している側面があります。若い人は何らかの異常があった場合、その後長く影響していく可能性、慢性合併症のリスクがあります。適切な対応が必要です。
また生殖の面からは次世代への影響に対し受胎前プレコンセプションケアの視点を持っていただけたらと思います。疾患の胎児期発症説、発達期の環境の影響に関する同波動仮説などが最近話題ですけれども、女性だけでなく男性の方も肥満、低栄養、喫煙などの親世代の健康状態が次世代へ影響することが分かってきています。自分個人だけでなく生まれてくるかもしれない将来の子どもたちのために自身の健康を考えてください。女性では閉経前後で体のホルモンの状態が大きく変化します。エストロゲンが減り、脂質異常症や動脈硬化のリスクが上昇します。また妊娠時、妊娠糖尿病が見られた人は将来的に発症するリスクが7倍と言われています。検診結果を見るときには疾患のリスクとなるようなバックグラウンドも意識してみてください。まとめです。結果を予防に役立てるために健康診断を受診されたら結果を必ず確認してください。その場合結果判定とコメントにも目を通し、必要時は速やかに受診してください。経時的な受診はメリットが大きいです。年代により注目すべきポイントがあります。そして大事なことです。健康診断で異常指摘されなくても症状がある場合は必ず受診してください。検診を受けるタイミングなどにより病気を発見できない場合があります。最後に、病気の早期発見、早期治療のため、健康維持のため、ぜひ検診を受診してください。皆さんの健康づくりをお手伝いするため健診部一同お待ちしております。